はい、皆さん、こんにちは。薬学ラボでございます。今回は、病態薬物治療の中でも、子宮内膜症、一緒に確認していきましょう。概念、疫学、症状、治療、見ていきますんで、皆さん、この動画でしっかり子宮内膜症、自分のものにしてください。 じゃ、まず、子宮内膜症の概念見ていきますが、子宮内膜、もしくはその類似組織が、子宮内腔以外に異症性に存在、増殖する疾患とされています。で、どこでね、子宮内膜とか、その類似組織が発生するかというと、主に卵巣とか、あとは腹膜、ダグラス化などに発生するとされています。で、言葉で言われても分かりにくいと思うので、図で見ていくとこんな感じですね。腹膜とか、子宮小膜、子宮筋層、卵管、卵巣なんかで、 で子宮内膜もしくはその類似組織が発生するあとは膀胱と子宮の間にある溝ですね膀胱子宮下なんかに子宮内膜出てくることありますしあと子宮と直腸の間にあるくぼみダグラス下に 子宮内膜もしくはその類似組織が発生することがあるよということです。ちなみに、膀胱子宮下に子宮内膜もしくは類似組織ができた場合、ダグラス下に子宮内膜もしくはその類似組織ができた場合っていうのは、その膜によって癒着を起こすことがあります。で、この癒着なんか起こると症状がより悪くなると言われていますんで、子宮内膜、その類似組織が癒着を引き起こして症状を悪化させることがあるんだってこともこの図で見ておいてください。はい じゃあ、この子宮内膜とか、その類似組織なんですが、どんな特徴があるかというと、エストロゲンに反応して増殖、脱落、月経用出血を繰り返すという特徴があります。ちなみにですね、子宮内膜ってどんな風になってるかというと、図で言うとこんな感じになってます。月経期というのは内膜がどんどん薄くなる。で、増殖期って言って、主にエストロゲンが出てる時っていうのは、子宮内膜が増えていきます。で、 排卵迎えた後、応体ホルモンが増えると、その応体ホルモンによってですね、子宮内膜が増えにくくなりますんで、エストロゲンは分泌されているにも関わらず、応体ホルモンの作用によって、子宮内膜はほとんど変わらない状態が続くと。で、月経迎えると、子宮内膜が剥がれてどん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 薄くなるんだということを繰り返してます。で、子宮内膜。 エストロゲンによって分厚くなるとされているんですが、その類似組織もですね、エストロゲンによって分厚くなるってことがあります。あとは脱落、月経出血、起こすことがあるということで、月経周期に伴って子宮内膜症っていうのは症状が変化するよとされています。 じゃあ、そんな子宮内膜症なんですが、どういった方に多いかというと、20代後半から30代に多い、そして40代で最多となります。いずれも平経期以降は減少するということです。あとは妊娠中は月経が止まって、プロゲステロンが増加する、エストロゲンが減少するということで、子宮内膜症の進行、症状は軽減するということです。なので、平景迎えたりとか、妊娠することによって、ホルモンバランスが変わって、子宮内膜症の症状、軽減するとされているんだということです。 では、続いて症状なんですが、月経周期ごとに内膜症部位で増殖、剥離、出血を繰り返す、月経時の下腹物、腹痛が生じるとされています。ということで、エストロゲンの分泌、プロゲステロンの分泌ですね。あとは月経に落ちて症状が変化していくということになります。で、卵巣チョコレート農法、ダクラスカの病変では症状が強いとされています。この卵巣チョコレート農法というのは、卵巣内で子宮内膜が剥がれて、そして出血する。 その時にチョコレート用の液体がとどまる。これがね、卵巣チョコレート農法と言われるものなんですけども、こういったものとか、あとダグラス化の病変では症状が強いと。で、進行すると周囲と癒着してしまって、より症状が悪化することがあります。それによって月経時以外にも下腹物、腰痛、排便痛、もしくは性交痛を生じるということです。で、月経痛っていうのは年齢とともに増殖、経験以降は軽減するということです。 で、不妊症の原因にもなると言われてるんですが、実は不妊症の15から20%程度に子宮内膜症が認められるということになりますんで、不妊で悩んでる人はまず子宮内膜症をどうかなっていうのを確認する必要があるよということですね。続いては診断です。自覚症状の聴取。内診、直聴診、超音波検査、CT、MRI、あとは腹腔鏡などで脳肛、 二次性癒着などを確認して悪性疾患を除外するとされています。CT とか MRI とか、あとは自覚症状を聴取してどうなのかなーっていうのを確認していくとされています。はい、じゃあ続いては治療を見ておきますが、対象療法として痛みに対して N 精度を用いるですね。まあ、痛み止め使うことありますし、あとは漢方薬で尺薬肝臓糖、軽視、仏量癌などを用いることがあります。 で、それに加えてホルモン療法を行っていくんですが、このホルモン療法がちょっとややこしいので、図でまとめたというのが今回内容です。じゃあホルモンなんですが、どんな風に分泌されるかというと、はじめはね、床下株、ここからですね、連絡が行きます。床下株から、生鮮刺激ホルモン、放出ホルモン、GNRH が放出されて、それがですね、 下垂体全容の GNRH 受容体に働きます。そうすると、下垂体から LH、FSH が分泌されます。胞体形成ホルモン、卵胞刺激ホルモンが分泌されて、それが卵巣に働くと。で、卵巣からプロゲステロンとかエストロゲンが分泌されて、それで受容体が刺激され、子宮内膜組織に影響が現れるということです。 ちなみにエストロゲン状態が刺激された場合は、子宮内膜が増殖。プロゲステロン状態が刺激された場合は、子宮内膜増殖抑制作用があるということですね。これがホルモン分泌と子宮内膜に対する影響ということになります。じゃあこれを踏まえた上で、今からお薬見ていきますが、まず一つ目は GNRH 誘導体となってます。GNRH、生鮮刺激ホルモン、放出ホルモンの形を変えたものです。じゃあこれ投与したらどうなるかというと、下水体全容の GNRH 状態が 刺激されますそれによって LHFSH が分泌されて、それで卵巣が刺激され、それによってプロゲステロン、エストロゲンが放出されて、子宮内膜に影響を現れるよということなんですが、 子宮内膜症に対して GNRH 誘導体どうやって使うかというと、持続投与します。何回も何回も繰り返し投与するんですね。で、これ何回も何回も繰り返し投与するとどうなるかというと、一回投与した場合はホルモン分泌促進って感じだったんですけど、何回も投与してると、この GNRH 受容体が刺激されすぎて数が減ります。 ダウンレギュレーションを起こすってことですね。でもダウンレギュレーションを起こすと、この後の反応が起こりにくくなるということで、子宮内膜の増殖を抑えることができるということで、GNRH 誘導体、これを何回も何回も繰り返し投与するという方法が子宮内膜症では用いられているということです。 GNRH 誘導体としては、ブセレリンとか、リュープロレリンとか、ナファレリン、ゴセレリンなんかありますが、これを繰り返し投与することによって、子宮内膜症を軽減することができるよとされているということですね。これが GNRH 誘導体の使い方ということになります。じゃあ続いてタナゾールです。このタナゾールっていうのは、テストステロン誘導体とされていて、 プロゲステロン状態と男性ホルモン状態を刺激する作用があります。っていうことで、プロゲステロン状態、これをね、刺激することによって、子宮内膜の増殖を抑えることができますし、あとは男性ホルモン状態ですね、アンドロゲン状態を刺激することによって、子宮内膜の増殖を抑えることができるとされています。あとはこのタナゾールというのは、死傷株とか下水体全容のプロゲステロン状態に働いて、負のフィードバックをかけることによって、これ以降のホルモン分泌を抑制することができるんで、子宮内膜の増殖を抑えることができ とされてますということでこのタナゾールというのは子宮内膜のプロゲステロン状態アンドロゲン状態刺激することで子宮内膜の増殖を抑えるあとは視床下部下垂体全容のプロゲステロン状態を刺激することによって負のフィードバックをかけてホルモン分泌を抑制することで子宮内膜の増殖を抑えることができるよとされています。 で、続いて、自営のゲストですね。これはプロゲステロン状態を刺激する作用がありますんで、それによって、子宮内膜のプロゲステロン状態を刺激して、内膜の増殖を抑えるということができますし、あとは、床下株とか下水体全容のプロゲステロン状態を刺激することによって、負のフィードバックをかけて、それ以降のホルモン分泌を抑制することで、子宮内膜の増殖を抑えることができるよというのが、自営のゲストの効果ということですね。 で、最後に低用量ピル見ていきますが、この低用量ピルには、エチニルエストラジオールとか、ノルエチステロンですね、プロゲステロン。これが含有されていて、エストロゲン状態もプロゲステロン状態も同時に刺激することができるとされています。じゃあこれ同時に刺激したらどうなるかというと、エストロゲン状態が刺激される、プロゲステロン状態が刺激されると、子宮内膜、プロゲステロン状態しっかり刺激されているということで、増殖することがありません。あとは、この低用量ピルが、 死傷株とか過水体全容のプロゲステロン状態、エストロゲン状態を刺激することによって、負のフィードバックをかけて、これ以降のホルモン分泌を抑制することができますんで、子宮内膜の増殖を抑えることができるということで、低用量ピルが子宮内膜症の治療に用いられるとされてますんで、皆さん、この図でどうやってホルモン分泌されているのか、そして、 子宮内膜症に用いられるホルモン療法に対するお薬、どうやって作用するのかってことをしっかり確認するようにしてください。ということで今回は子宮内膜症について確認していきましたが、概要、症状、そして治療法、これらをしっかり確認してもらって子宮内膜症に対して適切に対応できるようになりましょう。それではまた。